はい、おはようございます。ドラドンです。2022年の北海道遠征、そろそろね、まともなトラウトが釣りたくて、優しい阿寒湖に来てみました。まだね、ワカサギパターンちょっと早いみたいで、ちょっと厳しかったんですけど、ドラワカ、フライの人で言うドラワカってやつ、ルアーで言うとドラワカみたいなやつをやったらバッチリですね。釣れましたね。でかいアメマス、これなかなか太いですよ。今日これもう3本目かな？なんですけど、これ一番でかいですね。今んとこ55が最大なんですけど、これ、それよりでかいんで、50の後半。この後測ってみますけど、50の後半ありそうです。阿寒湖はやっぱり、下手くそな私にでも優しい湖でした。引き続き頑張ってやっていきたいと思います。乞うご期待。